東部で配置系電車は、かつて東部鉄道に在籍した電車。1924年に申請された東部発の電車であり、製造年から対象13年系とも称される。1924年10月1日の伊勢崎線、浅草西新井間電化完成に伴い、全8両が導入されたのが本形式である。全車とも両運転台構造の電動車であり、 製造は日本車両製造東京支店で行われた16メートル級木造ダブルルーフ車体で車体塗装は茶色一色塗りである。前面形状は緩い局面を描く丸つま構造で前面窓を5枚備える。5枚窓の内左右両端の窓上には行き先表示窓が設置されており、その分上下寸法が中央寄りの3枚に比べて縮小されたものと、 なっている点が特徴である。側面窓配置は 1D23、2D23、2D1 で、乗務員扉は設置されていない。客用扉下部にはステップが設置されており、当該部分及び客用扉引き込み部分の車体裾が一段下がった形状となっている。車内乗務員スペースは H ポールによって仕切られており、運転台は中央部に設置されている。 車内はロングシート仕様であった。当時の国産メーカーの技術が未熟であったこともあり、主要機器は輸入品で占められている。主電動機はウェスティングハウス製 WH556J6 で1両あたり4機搭載した。制御機は電磁空気単位スイッチ式手動加速制御。台車は単造台車枠を備える釣り合い常識台車であり、 製造当時の日本の電化施設に大量に導入されていた JG ブリル 27MCB-2 を装備する。制動装置は M 弁を使用したアム自動空気ブレーキを採用した。パンタグラフは1両あたり2機、屋根の前後両端に振り分けて搭載し、これは戦前の頭部車両における標準仕様として長く踏襲された。なお、連結機は 当初間易型連結機を採用し、干渉機を併用していたが、比較的早期に通常の自動連結機へ交換され、以降増備された車両と統一された。前述のように前車電動車として進行した本形式であったが、デュハ7、8の2両は早期から制御車代用として運用され、事実上でハ6両区波2両の陣用であった。その後百三十一年には、 同二両を正式に、伝送解除して、伝送品を、対象14年系区配地形1、2に提供し、同社と、車番交換を行う形で区配地形1、2と解消、解板された。で、ハニについても1934年に、伝送解除され、区配地形11と解消、解板されたが、その後同社は、年代は不詳ながら、事故で被災し、 復旧名義でデハ 10K 区派1 2系1 1 0 8が申請され、車席は同車に引き継がれている。戦災による被災者は1両も発生しなかった本、形式であったが、1947年から1948年にかけてデハ3、4、6の3両が地方施設に譲渡された。これは国鉄63系割当て車導入の見返りとして、 保有車両の地方施設への教室を運輸省より指示されたことによるもので3両の内訳は上信電気鉄道に2両、新潟交通に1両となっている。詳細は上信電気鉄道で波重軽系電車及び新潟交通も波重軽系電車を参照1951年に施行された大改版によって対象13年系は手配イ型がも波1100系。 区派1型が区派210型にそれぞれ解消、改版された。ただし、区派2両は大改版前年の1950年に、運転設備を撤去の上で、熊谷線へ転属し、無識牽員列車の客車として運用されていた。また、模ハ1100は大改版施行以前より、制御車代用として運用されており、変運転代化の実施及び、 おごせへの転属を経た後、1951年に、区波212と解消、改版されて、正式に制御者となった。その後、1954年に木波2000型が導入され、熊谷線の動力近代化がなったことを機に、区波210、211は、焼板線に転属し、同時に区波212も焼板線へ転属した後、1955年に3両、 そろって、正式に客車化され、小ハフ重計11から13と解消、改版された。これら3両は1959年6月の焼いた線廃止まで運用された後、同年8月10日付で、全車廃車となった。下り方から見た出箱本形式で唯一電車として、残存したモハ線101であるが、戦後は、ガー線で、電気代用として、 貨物列車牽員に用いられた後、野田線に転属して配給車代用として運用され、さらに1956年1月より、西新井工場の入れ替え車に転用された。その際、外販の老朽化が著しかったことから、車体外販に後半を貼り付けて簡易交代化が施行されている。また、1964年8月には、車内の座席を撤去し、 自己復旧用機材を搭載している。入れ替え者として転用されて、以降、車体塗装は当時の一般車と同様に変更され、茶色い式、ベージュ地に、そぶと窓周りが、オレンジのツートンカラーを経て、最終的には、政治クリーム一色塗りとされていた。こうして、外反に後半を打ち付けた以外は、大きな改造を受けることなく車体の基礎構造を呼び、 外装と使用機器について、原型を保ったまま、約25年余りにわたって、入れ替え用途に潜入した同社であったが、東部初の電車であるという貴重性が評価され、東武鉄道創立80周年記念事業として、開園した東武動物公園にて、展示保存されることとなって1981年に、除籍され、57年に及んだ、車歴を終えた。 保存に際しては車番を大改版以前の出箱とし、外観の整備のほか、入れ替え車時代に撤去された、車内設備の復元が行われ、王子の姿が再現されている。その後、東武鉄道創立90周年記念事業として1989年5月に東武博物館が開館したことに伴い、同社も同博物館へ移設され、現在に至っている。ありがとうございます。